委員会を開くべきだというご指摘をいただきましたので、このようにお答えを申し上げました。野田志賀君。予算委員会を開くか開かないか国会に任されるみたいな話じゃないお話ですけど、会期延長しなきゃできないんですよね。でそこのところをちゃんと答えてないじゃないですか。でまた能登の話持ってきました、そちらからも反論する権利があるんで、それには私も答えたいと思います。当然これは党首等のこれはルールだと思いますのでお答えしたいと思いますけど、私もずっと財政担当してきました。補正予算に2ヶ月かけるとそれ違いますよ。最初はね、災害は予見しがたいことですから予備費を充てる、これ憲法にも認められていることであります。これ一般的です。だから1月1日の能登の大きな地震の後も最初は予備費充てた、これはこれまでもよくあることです。だけどですね、阪神淡路大震災の時も最初は予備費充てたけど、ほどなく1ヶ月でほぼ閣議決定して国会で補正予算成立させてるんです。東日本大震災の時は本当に大きな被害でした。あの時私財務大臣です。最初は予備費充てましたけども、復旧復興に向けてのまず大型の補正予算を御党のご協力もいただきながら、これもほぼ1ヶ月で作ってます。1ヶ月作ってます。で熊本の地震もそうです。一般的には最終はね予備費なんです。だけど能登は2回3回4回5回6回小刻みに使ってきて、今回7回目やろうとしてるんでしょ。補正予算は制度をきちっと設計して、雇用調整助成金などどうするかなど決めて、まさに生活の見通しや事業の見通しが立つようにすることに補正予算の意味がある。2ヶ月もかからない、我々も協力する。だから会期延長して補正予算通そうじゃありませんか。石破茂総理。阪神淡路の時に極めて短い期間で補正予算というものを編成をし、そして審議を賜るということがあったことは確かに事実でございます。しかしそれは年度をまたぐという特別な事情もございました。そしてまたそれに限定した補正予算でございました。今回の補正予算はそれにとどまるものではございません。広く国民生活をいかに向上するか、このデフレの状況をいかに脱却をするか、そういうようなことをすべて盛り込んだ補正予算でございまして、阪神淡路の例がそのまま当てはまるわけではございません。私どもとして切れ目のない予算、そしてまたそれのご審議、補正予算があり、そしてまた本予算があり、